第54回「未フクラエンジニアミートアップ」メインのセッション「ネットワークセキュリティ再入門」終了後に行われたスライディを使った QA セッション質疑応答の模様をご覧くださいさてえアレンいろいろ質問頂い,いておりますのでゆるゆるとですね えー、残りの時間でお答えしていこうかなと思っております。はい。あ、えー、ちょっと待ってください。その前に、えー、っと、アドレスを、鮫島さん、ちょっと今日、チャットに共有しておいていただいてよろしいですか。はい。さて、えー、っと、じゃあ、まずですね、えー、まあ、ネットワークの設計的に DMZ っていうですね、まあ、ありましたけど、えー、これは、 公開サーバーこそ防御のための武装しているのに意味が違うと思うんですが、<laughs> ご指摘いただきましたあこれはあくまでもインターネットと、えー、プライベートな欄の間の干渉地帯的なものを DMZ、まあ、ていう呼び方から持ってきているだけということでいいですよね。はい、それでいいと思います。はい、なんか違和感ありますよね、その、はい、それこそ なんかインターネットからアクセスされるところだから、まあ、武装されるんじゃないかと思いますけど、あの、今、お話しいただいた通りのご理解でいいかなと思いますて、ねはい。まあまあ、あの、なんとなく、間の干渉地帯をよく DMZ っていうふうに表現するから、それを呼んでるんだよって、ご理解いただければと思います。ですね。はい。で、これはですね、質問出てて、ただもう、あの、同じ方が <laughs>。 やっぱり SS アクセルエト組み合わせラウンドですね <laughs> ということで、あれだけさん、さすがにツボを押さえた。はいいありがとうござですね、これはやっぱりあの、今もうすでに通信が暗号化されている中で、まあ、エンドの部分できちんと、うん、え中身を見るという設計ですね、まあ。これをしないといけないよということですかね。はい、ありがとうございます。 あとこれですね、攻撃チェーン検知に AI などを活用することはあるのでしょうかということで、うん、ちょっと今日の内容からはかなり応用編になると思うんですけど、これはどうなんでしょうかね。えとですね私が聞いている限りですね、攻撃検知で AI というのはまだそんなにないかなと思います。 あのアンチウイルスのベンダーとかでは、ですね、まあ、アンチウイルスを解析するための手法として、AI みたいなのを使っているっていうのも、うん、ま中にはあるんですけど、IPS みたいなので、AI っていうのはあんまり聞いたこと、うん、まあちょっともしかしたらあのベンチャー企業とかでそういうのあるかもしれないですけど、うん、メディアなところではあんまり聞かないですね。どちらかかかととといいうううそなんか ログをこう解析するときに AI 使うんだとか、そういうパターンがあるのと、まあ、あと NDR ですかね、あのネットワークの振る舞いを見るようなあの製品とかあるんですけど、うん、そういうところで AI ってキーワードを出してるベンダーもいますけど、うんうん、ちょっとどこまで AI なのかなっていうのは、正直、あんまり怪しいところがあるかなと思ってて、うん、まあそこまでまだ活発に使われてるっていう印象は、ちょっと私はあんまりないかなというところが正直ありです。うんうん あの先ほどの,あのブラック、ホワイトリスト、ブラックリストの比較みたいなのもありましたけども、まあ、基本的には、えー、よくある攻撃のパターンだったりとか、あとはまあ脆弱性情報を踏まえた、えーまあ、シグネチャー等々を、うんえー、最新版のものを適用していくっていうのが、まあ、一番オーソドックスなやり方ということになります、ね。はい、ありがとうございます。はい、どんどんいきましょう。 これは、はい、えっと、多分なんでしたっけあの、情報セキュリティの、すで、EU のですね、GDP でしたっけなんかあ<ー>、しましたけども、<GDP> はい。で、こうやるときに、GIP で対応するんでしょうか <laughs> うなるほど。これ、なかなかいいご質問ですね。<laughs> うん。あのですね、聞いたことはないですね。まあ、ちょっと、あえてそこの、 GDPR があるから、その e を締め出そうっていう考え方で、ジオ IP を使っているっていうのは、あんまり聞いたことないですね。これ結構なんか難しい問題ですね。あの、ちょっと私もジオ IP 関係のお話を先日お聞きして、かなりまあ,あの、しっかりと IP のものすごい件数の、えー、位置情報と紐づいたもの、うん、ただ100% 完璧っていうわけではないんですよね。もちろんそうです。そうです。あの結構ですね。変わる変わってますよ。はい、結構定義が古くてですね。思ったような制御できないっていうお話ま、ちょっとこれもあんまり言っちゃいけないんですけど、あのちょっと微妙なものもありますね。ええ、意外となんか国とか地域が変わったりですね。だから、あのマーケティング的な分析なんかにはあの使えるんだけども。 あ,のあんまりなんか厳密なアクセス制御に対しては100%は保証できないだろうっていうのが私の印象ですかね。うんうん、かこれはああ例えば使用権許諾とかそういうのでコントロールしたりとかですかね。うん、そうですね逆のパターンありますよね。アメリカのサービスにアクセスしたいなと思ったときにこう <laughs> <laughs> お前の国はダメだって弾かれるっていうね。<laughs> まあ、なんかプロキシとかを返してあの <laughs> アクセスしたりするパターンですね。ですかね。はい。まあ、えー、使えなくもないけども、これだけでやるっていうものでもないよっていうところですかね。そうですね。うん。EU 権っていう指定の仕方は、多分あんまりしないほうがいいかなって気がします,すね。はい。ですね。あと、えっ、ー、と、ちょっとなんか資料的にも若干触れてますが IPS と和布の違いってどこにありますかという。 パケットをチェックするの IPS でも行っているという話でしたかというはい、あのですね、ちょっとそうだね、あの資料をちゃんとご用意すればよかったんですけど、あの結構ですね、えーと、ロードバランサーのベンダーさんとかが言っているのは、WAF と IPS を結構内混ぜにしてあの説明しているパターンが今ご説明したようにです、ね、シグネチャーを使って、WAF、まあ、って言いながら、 ミドルウェアの脆弱性もこれで防ぐんですよみたいな説明をしているパターンがです、ねうん、結構多いんですよね。うん、で、まあ、結構皆さんそういう考え方で、ね、和風をこう入れて、えーまあ、いるんですけれども、本来であればあの和風はそのミドルの上のアプリの層の脆弱性を、うん、制御するような機能になりますので、本当は分けた方が正しいとは思います。うん、ただ、今お話したように、そのシグネチャーベースの和風がです、ね、結構市場に多くてですね。 ミドルウェアの新しい脆弱性、例えばさっきのアパッチ・ログ・フォー・ J も、和風の機能で、えーまあ、防ぎますよっていうのがです、ね、結構多いというか、まあ、それが主流になってるんですよね。うん、なので、えーと、ご質問に回答すると、ですね結構その境界線が今、曖昧になってきてるかなっていう気はしますが、はい、IPS は、えー、とミドルより下の OS とかネットワーク層にも対応しているというふうに考えていただくと、 ネットワーク層と OS とミドルを管理するのが IPS で、和風はもっと上位っていうのが本来の分け方だと思っていただければいいのかなと思います。ただ、実態は結構、悩ませというか、ご邪魔せにしているというパターンなので、混乱されるのはよくわかりますし、パ、まあ、ケットチェックするのは IPS でも行っているというのが書いていただいている通りのあの 以前はやっぱりこうアプライアンス的なものを物理で入れることが多かったのもあって、うん、結構明確に分かれていたりするということが私も多かったと思うんですけども、うん、あ,のあるいはもう明確にソフト的に、うんえー、例えば先ほどあのスノートの話が出てきて、うん、スノート温度で生きとったんか割れああります,あります <laughs> というのもあって でまあ、そ,のそれぞれの実装ソフトウェアの単位で区分けしてたりとかいうところもあったんですけど、うん、クラウド化することで、なんかちょっと両方が、例えば同じ画面で設定できたりとか、うん、そういう感じに融合しつつあるのかなというのが私の印象ですね。うん、あその通ただ、普通で,、ねでまあ、その OS の脆弱性まで管理しているっていうのは。 あんまり聞かないので、どこまでできるかっていうのはよくあの聞いたほうがいいかなと思うんでけどはいますね、はい。やっぱり WAF のほ WA うは、この名前の通り Web アプリケーションっていうところにまずフォーカスしているので、まあ、例えばどこにアクセスしようとしている URI なのかとか、うん、その辺を見ているっていうのが私の理解で、IPS はもう少し広く、パケット全般を見るっていう感じなんですかね、はい、やっぱり。はい ただまあちょっと曖昧になってきているので、実務だけで考えるとあんまり区分け考えなくてもいいかなっていう気もですな、ねうんね、はい。ただまあ何ができるのかっていうことの区分けはしっかりと持っといた方がいいかといはいそういう意味ではあのご紹介ありましたけど、 <笑><笑>これバーチャルアアプライアンスなんですよねあそうですね、はい。バーチャルアプライアンスで、フジシン、富士市あのミフクラの方で商品化してもらっているサービスで,、ね、でいろんな機能がまあ含まれていて、設定できますよ、はい、というとですね。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。あと、これもまあさっきありましたよね。はい。なので、えー、っと、ちょっとこれいきましょうか。そういう意味では、サーバーの まあネットワークセキュリティ、まあ、ファイアウォール、IDS、うん、IPS、WAF、これがま,まず基本と考えればよいですか、うん、ということなんですけどそうですね、まあ、WAF は当然、後ろに動的なウェブアプリケーションとかがなければいらないので、うんはい、まずファイアウォール、まあ、あとは IDS あたりですね、基本と、ネットワークのセキュリティの基本と考えていただいていいかなと思います。うん、ですね あとまあ今日少しあの言及いただきましたけど、ネットワークのところである程度防げたとしても根本的な原因というところは、だからネットワークセキュリティではないんですけど、サーバーのセキュリティという意味では、サーバーが持っているいろんなミドルウェアとかソフトウェアの脆弱性もきちんと見ないといけないよと。とまあ アプリですね、特に内製化が今、補佐 <laughs> に言われてるけど、<laughs> まあ結構適当な実装とか、あとフレームワークそのものが脆弱性を持っているっていうケースが今多いですよね。だからそのあたりは、えー、一体となってです、ね、検知したらそれに対しての対策っていうのをサーバー側のアプリケーション側でする必要があるよっていうことで、セットで考えていただく必要があるというお話でした。はい あと、これ、ホワイトブラックリストよびかでよくない。これはあれですね、マスタースリーブみたいなのと一緒ですね。今後どういう呼び方 <laughs> ア,ロアローリジェクトとかになるんですかね、うん、アローディナイとか。あまあ、言うとしたらそうなんですかね。あんまりこれ以外の表現ちょっと聞いたことがないんで。そうですね。うん、まあまあ、なんか、だけど、あの、アロー、アローと、あの、 ディナイとか、なんかそういう用語で設定するものとかも多いですね。うんはい、そうですね。そのあたりは対応していただければと思ってます。はい。はい、さあ、あとは最近の診療員いきなりクラウド。まあそうですね、これ多いですよね。<laughs> ただ、まあセキュリティについての知識が乏しくて、経験も不足気味。うん、まあ、新入社員ですからね。うん、で、やっぱ学習としてはオンプレのネットワークの知 まあ勉強を積ませるのがいいんでしょうかということなんですけど、うんどういう勉強の進め方をしていったらいいんですかね。うんそうですね、まああの、私個人の経験を言うと、やっぱり物を,を触りながら覚えていったので、まあ、オンプレでそでファイアウォールなり、ルーターなり、スイッチなりをこう触りながら、まあ脆弱性の攻撃するときは、こういうツールを使うのをや、はい、べていくと。 まあ、あとはもし座学をするんであれば、セキュリティ関係の資格とか、まあ、そういうものを、はい、あの検討いただくと、まあ、座,座学の、うん、形では一応経験、知識は得られるのかなと思いますね。で,すねうん、でもやっぱり触、うん、った方がいいと思いますけどね。うん 何かこ,うこのあたりのところで、まずこの資格目指したらいいよみたいなものとかってありますかあ、えっとですね、資格に関しては、うんとまあ、国内の話だったら、IPA の資格が一番スタンダードあー。ああ、IPA の、はい。そうですね、情報赤器、あれなんだっけ、今名前が変わって、情報支援、安全確保支援者あ<ー>、まあ、そうですねあ、はい。あるかなと思います で、まあ、国外の資格だと、うんとまあ、ちょっと宣伝になるんですけど、あの、コンパスの中で私もたまに勉強会でお話ししてるんですが、あの CEH という、Certified カルハッカー Hacker という、まあ、EC Council という団体がえっと認定している、まあ、セキュリティの資格があるんですけども、まあ、あれは比較的、その、実機を触りながら学べるコースというのがあるので、はい、CEH という資格は、まあ、比較的勉強するんだったら、 おすすめかなと思いますね。あ、ありがとうございます。はい、<れ>はい。えっと、有崎さん、こちらのなんか勉強会をコンパスで。あ、ね、はい。あのいううそうですね。コンパスで、あのう、シとかで調べていただくと。あのまあ、私とか、まあ、他の方も含めて、あの勉強会みたいな形で。まあ、こういう試験問題を、まあ、黙々と解いていく。<laughs> あ、ありがとうございます。み、はい、ていただいて。 まあこういうコミュニティもありますので、まあ、もしご興味あれば、こういう資格見て受けたいなと思ったら、勉強会、何回か参加していただいたり、ですね本を買っていただいたりしてみると、勉強にはなるかなと、非常にベーシックなあのセキュリティの話がここに触れているので、うん、あの他にも CISSP とか JIAC とか、ほ他の資格もありますけど、はい、まあこれは比較的こうフラットに、結構広いモジュールの範囲で。 まあ一括ででで勉強ができるの私も実際にのの講義を受験してあの受けたんですけど、まあ、知識の玉しにはすごい良かったかなと。ただ、あれですね、ちょっと急がば回れなんですけども、えー、やっぱり基本的なネットワーク、あとはサーバー構築の基本的な知識。えーね、あと、まあ 多少こう何て言うか、ちょっと触りぐらいってことですね。はい、まあこのあたり。あと、まあ定番ですね。まあ、はい、よし TCP ダンプ、ルバ a p とか、そういう、うね、あとまあ自分で多少動かせるものとかね。はい、こういうのはちょっと、まずはちょっと触れておいてほしいかなっていうところですよね。そうですね。はい。 まあコースの中で、このあ辺をあの触りながらなんか勉強するっていうコースになっているので、まあ、ゼロからでもこのコースの中で、まあ、勉強するっていう形も、もしかしたらありかもしれないです。まあ、予習推奨とは書いているので、はい、ある程度知っていた方が進みはいいかもしれいですね。はい、あと、まあ、IPA さんのやっぱセキュリティの情報とかも、ちょっと、はい 情報量が多すぎてとっちくらかってるか逆にありますけど、<laughs> IPA さんの場合には。ただ、なんかまずはちょっといろいろどういうことが書かれてるのかな、うん、いうのを見ていただいたりとか、そうですね。はい。いうのをやっていただくといいかなと思います。はい、はい。ですね。あ、まああの。 ちょうど知りたかったです。よかったです。はい。お素晴らしいです。時間ぴったりでございます。9時5分になりました。時間ぴったりで終わりました。はい。えー、じゃあ、ちょうどいいのでね、一度ここで終わりにさせていただきたいと思います。羽崎さん、非常に勉強になりました。ありがとうございました。あ,ありがとうございました。 というわけでお話しいただきたい内容ですね。私もなんか久々にちょっとこういう基礎の話を聞いて、特に IPS、IDS あたりですね、あの非常に勉強になりました。復習になりました。ありがとうございます。はい。さて、えー、今日はすごくたくさんの方聞いていただいて、本当にありがとうございます。えー、ふくらエンジニアミートアップですね、毎回言ってる、あのー、申し上げてるんですけども、アンケートに書いていただいた、 こういう話聞きたいっていうので、大体決めてます。はい。企画会議もですね、えー、なんかこういうのあったよね、みたいなところから、えー、今回もね、姉崎さん、あの、なんかご紹介のご紹介ぐらいの感じで <laughs> いただいて、本当にタイムリーにあの講師として来ていただけたんですけれどもですね、結構ですね、 結構というか、ほぼ100%皆さんのアンケートのご要望にお答えする形で今やっておりますので、ぜひともアンケートのですね、自由記入欄のとこですね、こちらの方、えー、ですね、チャットにも貼りましたけど、えー、こういうのをやってほしいと書いておいていただければと思います。はい。あとですね、あの、ま、月1でやっておりますけども、えー、富士通ダイレクトフォーラムというのが先日からですね、あのー、スタート、 いたしましてですね、ここで、えー、メールベースでいろいろとやり取りをしております。まずはあの情報を取りたいという感じでですね、入っていただくのでも結構ですので、ぜひともですね、こちらの方のご登録、ぜひしていただければと思っております。はい。というわけでですね、アンケートの方ですね、えー、お答えいただきながらですね、終わりにしていきたいなと思います。で、残れる方はなんとなくこの後、 一息入れた後ですね、脱談タイムといきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。では、第54回にふくらエンジニア、えー、ミートアップですね、えー、終了にしたいと思います。今日もご参加ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。次回は多分12月なので、忘年会チックにやりたいと思います。 よろしくお願いします。はい、有崎さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ますオフィスということなので、気をつけてお帰りください。はい。はい、じゃあですね。アンケートをお答えいただきながらなんとなくですね。えー、5分ほど休憩で、その後少し雑談にしたいと思います。 この動画が面白いと思われた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。twitter のアカウントもフォローしてくださいね。